ちゃこんにちは。さあ、はい、豊さん、はい、豊さんの、12チームの今シーズンの各チームのオーダー予想。手刈り押さえたのちょっと前回テカってると言われたので、衣装もあのこれ あれですよ、毎日家に帰って同じものを着てくるっていうことです。僕も大体色味は一緒だから、そうそうそうですよね。今日は緑じゃないですよね、まあ、緑穴開くから、そう言われてましたもんね、豊さんというふうに、はい、さあ残るは、はい、セッパともに2チームずつ、4チームだな。そうです、はい、セリーグはカープと DeNA、はい、そしてパリーグは、西武とオリックスです。はい、はい、じゃあ豊さんは今日どの組み合わせを引くのか。まずはセリーグ、はい、2枚だけですからね、好きな方、あ、そっちですね。はい、じゃあこっちはどっちかな。はい、じゃあどうぞ。お、カープと、うん、カープとオースティン。そう、あれ、なんでオリックスか。そうなんです、なんかオリックスのプロ野球チームの選手出てこなかったんで、オで勝ちました。俺はね、うん、DeNA を最後にやっぱり残したかったんだよ。残った、残ったでしょ。残りましたよ。再会同士だもんな、セーブと残ったのがね。いや、でもこれ本当分かんないからさ、豊さん、なんかちょっとなんか神引きしてますね。そうだな、おかしいよな、ちょっとな。いや、なんか宝くじ今すぐ買ってってください。いや、本当だよ。はい、というわけで、じゃあ、はい、リーグカープから見ていきましょうか。カープからね、はい、カープから、はい、広島カープは、はい、じゃあまず1番は誰を。野間、野間選手。野間はね、はい、秋山、西武の。あ、はい、まあ、今メジャー行っちゃってるけどね、はい、あのぐらいの素質がある子なんだよ、うん、ね、本気になれ、はい、なんかなれないんだよね、ぼーっとしてて。それは何でしょう。いや、まあ、怒られたりだとかさ、いろいろして萎縮したりだとかした時期もあったんだけど、はい、もうやらないと、もうやらないとということで、うん、昨シーズンは、うん、カープは前半ずっと菊池選手を1番に置いていて、うんうん、で途中で野間選手を置いて最後宇草選手だったんですけれども、ね、うん、ここはじゃあ豊さん的にはもう野間選手もやらないとということで、はい、やらないと。いや、本当に誰ですか。怒られちゃう。そうですね、はい、そして2番が菊池。2番が菊池。菊池は作詞なんだよ、はい、ん、くせ者なんだよ、はい、やっぱ何をしてくるかわからないというところのやっぱりいやらしさを一番発揮できるのは菊池の2番。あ、そうなんですね、うん、だから単純に打たしてるだけでは菊池のいやらしさっていうのは出てこない、はい、でも2番に置くことによってそのいやらしさが出てくる、うんうん、そのいやらしさが出て発揮できたらやっぱクリーンアップにいいものが伝わっていくという、その後に続くものにってことですよね。だから菊池2番で、実は昨シーズン2番が小園選手が結構言ってたんですけど、そうそう、小園は3番。小園は小園のバッティングスタイルで、はい、ね、大きく育てたいんだったらクリーンアップで育てなさいって、はい、あの子はちょっとものが違うから、バッティングとか。そうなんですね、うん、小さく育てようとしたらダメ、まあ、一時期その3番打ってた時期もあったんですけど、うん、やっぱそのまま3番で行くべきな選手なんですね。いや、もう行かないと。あ、そうなんですね、うん、やっぱ小園は小さく育てちゃダメ。ダメなんですね。やっぱ大きくクリーンアップで育てないとダメだよ、うん、はい、で4番の、まあ、鈴木誠也選手が、まあ、メジャーに行くのかという去就もありますけど、まあ、行くと仮定してね、はい、行くと仮定して、まあ、行ってるかもわからないけど、はい、この動画が流れてる時には、まあ、わかんない、わかんないけど、わかんないけど、鈴木がいないということで、はい、誠也がいないということで考えると、はい、うん、坂倉、坂倉選手が4番、うんうん、まあ、なんていうの、一時期4番も打った時があって、はい、ガタガタになったけどな。やっぱプレッシャーで、まあ、そうですよね。まあ、でも一つ試しをして慣れてるということも考えると、はい、坂倉で俺はいいと思う。お、この子のバッティングはもう見事だ。そうなんです、ね、ああ、いいバッティングしてる。お、じゃあ3番小園選手で4番が坂倉選手、はい、じゃあ5番は林。お、林選手もういいね、ぼーっとしてるけどね。なんかカープって智弁の子って意外にぼーっとしてる子が多いんだよね。あれ、岡本和真選手。そうそう、なんかとろーっとしてる子が、なんかでも打席に入ると一味違うっていうような感じがするんだよね。なんかそうあるんですかね、そういう興奮というか、なんかあんのかもわかんないね。だからまあ林、
いや、バッティングいいよ、魅力ある、うんうん、なんか広島のこのクリーンナップってなんかこれからの広島を担う選手が背負っていく、オラホーよ、感じですよね。全部左だけどねだからこれがちょっと困ったとこなんだけどさ、今のなんかね、左バッター多いという中で、まあね、広島もね、左が好きだな、楽天もそうですけど、ね、そう、多いんだよ。それ何取ってきちゃうんですかね、やっぱりね、うん、で、1、2、3、4、5、6番が西川選手って、あのクリーンアップ打ったりっていうイメージもあったんですけど、まあ天才と彼は言われてる、はい、俺も天才だというふうには思う、はい、思うけど、天才だけどもいい加減なところがあるんだよね、うんまあいい加減っていうかさ、はい、なんかムラがあるのよ。ああ、いい時と悪い時のっていう、うん、そう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 、いやだからあのなんていうの、まあ6番でいいかなっていう、はい、6番で、はい、で相澤選手キャッチャー、でもね、はい、西川と6番7番を変えてもいいよね、相澤選手とですか。相澤はね、勝負強いもん、うん、うん、だから変えてもいい、はい、状態によってはね、うん、はい、そして8番が宇草。これ昨シーズン宇草選手最後の方が1番だったんですけれども、うん、ここは一応8番というところで、まあここら辺は臨機応変に野間と宇草を変えてもいいし、うんうん、ああ、なるほど、はい、あ、だから、まあ、そこら辺は臨機応変に状態がいいものを上に持っていく、うん、悪いものを下に下げるって、はい、まあ、そういうところはできると思うね。なんか新しいまた広島っていう感じがしますね。でも左が多いな、やっぱり右が出てこないとさ、ね、まあ堂林とかそういうのもいるんだけど、はい、なかなか安定しないよね。うん、うん、そうですね、そうそう、ここにまた右側に入ってくるとまた厚みが出てくるんでしょう。違うし、うん、まあ各チーム左にワンポイント持ってるじゃない、はい、だからもう使い放題使われるからね、カモにされちゃいますね。そう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 、そうなるとワンポイントで、そうですね、うん、さあパ・リーグは昨年の優勝のオリックスです、はいスはいはい、1番宗、うん、1番宗選手、はい、もうやっぱ ね宗は2割8分、まあ、いかなかったのかな打率、うん、でもね、この子は慣れてきたら、はい、おそらく3割打てるよ。おで福田はもう止まってるから2割7、8分ぐらいの選手で、はい、そうなってくるとやっぱり宗を1番で固定してやっぱ一番バッターに育てた方が俺はいいと思う。昨シーズンはここ逆だったんですよね。福田宗という順番だったのを、豊さん的にはその宗選手一番で、うん、あの3割、将来的な3割ということなんですね。でちょっと自由を与えたいよね、この子には。うん、なんかそういう奔放なところを与えた方がなんかこう大きく伸びるような、そんな気がする。あ、そういうものを期待を込めて1番。そうそう、福田はやっぱ2番でいろんなことができる、はい、2番になってほしいなという、うん、はい、さあそして3、4ですけれども、まあ吉田、杉本、これはいいよね、ここで。もうここ鉄板で変わらないですよね、はい、で3、4、5です。5は紅林。ここに紅林選手、ここはね、やっぱ将来的なこう4番候補だよ、紅林って。もうここら辺でもう5番の責任を与えてもいいかなっていう。これは、まあ、もや選手がいなくなりました。もや選手がいたらここに入ってました。もや選手ってどうなんですか。まあ、入れてたかな。あ、まあ、で6番に紅林をしたかな。あ、そうなんですね、うん、ただやっぱりね、もや選手がいないっていう。でももやもね、うん、あんまり打たなかったからな。もやもやもやしてたから、本当に新年早々出ますね。別にこれは出てるうちじゃないよ。出てるうちじゃない。あと T 岡田選手も。ああ、 T 岡田も、はい、本当にあのスパイスが効いてるというかさ、はい、時としてバーンとした力を発揮してくれるからね、うん、だからあのなんていうんだろう、 T 岡田選手は一応、まあ 6番ね、6番に置いてはいるんですけれども、はいはいね、ここって、まあ、変わったりとか、まあ、変わってもいいよ多少は、うん、まあ、全然変わってもいい、まあ、状態の良さ、紅林が5番を負担と思うようになってきたら、はい、T ちょっと申し訳ないけど5番上がってくれと、うん、紅林を6番に下げるとか、はい、7番に下げて足立をこう、ね、7番を予定してる足立をもう一つ上げてもいいし、はい、ここら辺はじゃあ臨機応変な、ね、に変えてもいいと思うよね。で、豊さん的には紅林選手、T 岡田選手、足立選手の順で今ここ。そうだね、紅林はもう早いうちにクリーンアップを打てるぐらいの、うん、
まあ、素材だし、はい、まあ、そのぐらいの成長を遂げてほしいなって思うよね。うん、はい、さあ8番です。8番は若月。お、はい、まあ、頓宮でもいいし、うんうんうん、トライでもいいし、はい、伏見キャッチャー。トライって知ってる？伏見トライ。なんでか知ってる？お父さん何してるか知ってる？お父さんが、うん、何の選手だったか知ってる？阪神。違う、スポーツ。え、トライ？トライ、トライ？なんだ？トライ、陸上ですか？陸上でトライ？お前何？え？みんなもうひっくり返ってるよお前。え？多分持ち詰まらせるやつもいると思う。大丈夫ですかね、そういう方たち。いや本当に。持ち出してください。いやいや本当出さないと。そうですよね。大変なことなんで。なんで、トライって何のスポーツだ？トライ。トライ、レッツトライですよね。アレフト？それはタッチダウンでしょ。ラグビー。お、ラグビー、ラグビーの選手はトライだったの。あ、そうなんですね。話が脱線すると長いなおい。すいません。そうそう、トライ。あ、そうそう、そうなんです、ね、ラグビー選手だった。東海大ですよね。そういうとこ知ってるんですよ。なんだお前。私インタビュー行ってたんで。あ、なるほど、ね。あれ菅野投手とバッテリー組んでたんで、うん、まあ、それよ。だからトライでもいいし。おお、ね。はい。うん、だからまあここら辺は臨機応変。はい。で最後はラストバッター佐野。佐野選手。足を使えたよね。うん、そうですね。で足でまた上位に戻っていくっていうことですよね。うん、そう。はい、そう、ね。まあそういうことで。オリックス昨シーズンの優勝チームと、はい、カープ見ていきましたけれども、はい、やっぱ若手の成長が見えるオーダーになってますね。まあそうだね。うん、まあ若手を成長させながら、はい、ね、周りもサポートしながらの打順を組む。うん、ですね。はいはい、さあ次回はいよいよ最後。最後だね。ね、2チームになります。はい。